新女園。新女園は、東京都立川市、芝崎町の増ス寺、旧、新言宗立川不動村教会に本部を置く、新言宗系の在家仏教の相談。戦後、宗教団体法の廃止に伴えない、新言宗から独立した。1951年に、大発熱反教を、所この経典とし、新女園と解消。1953年、 宗教法人として認証を受けた。海祖、伊藤新庄、俗名、文明と妻、伊藤友治は共に山梨県出身。新庄は高等小学校卒業後、農業補修学校に進み卒業した。1923年、上京して東京中央電信局、現 NTT 購買部で働きながら、生息英語学校普通科、一年生、現、 生息学園高等学校を卒業し、ついで高等科に進学するも、青年訓練所に入るため退学した。まもなく電信局を退職し、写真機材店に就職した。1926年の徴兵令により、東京、立川のこの絵師団管下飛行大後連隊に入園し、航空写真の撮影等に携わった。除隊後は、石川島飛行機製作所。 後の立川飛行機株式会社に入社。勤務の傍ら、少年期に父から継承した伊藤家家電の駅学研さのために、第二本駅線同士会に入会、駅を学び、駅船関係により人生相談に応じるなどした。新城は、駅学研さの途上で知り合った、新言行者の紹介で、雑誌が屋の天明教会、新言集大五橋玄道部先達裏の崩壊と、 縁を結んだ。新条は、少年期に、天理教信者であった母の影響で、天理教に親しんだ。総当宗の禅寺の段家壮大であった父は、老子に月きさん禅をしていた。新条は、父から禅を学び、紅葉軍艦の流れという、伊東家一子想伝の科学である疫学を受け継いだ。上京後は、浄土教、北家教、また朝野は三郎の心霊科学にも触れ、 1932年4月に、東園の友治と結婚して、後は、夫婦で、キリスト教会にも通った。妻、友治の祖母は、ホッケ業者で、霊能家であり、明治初年、横浜で狐突き落としなどの除霊を行っていたという。祖母の霊能を継承したおばもまた二代目、霊能家として活動していた。1935年ぐれ、信仰を深めるべく、諸教を求め、 新言密教を学ぶうちに本尊として仏像を迎えたいと考えていた。伊藤夫妻は東京市牛米区魚町、かぐら坂上の仏師宅で見つけた不動明王座像を立川駅南、東京府立川町南幸井町の自宅に誕生した。翌年2月4日、関守両満願の夜、友児は入信状態となり、居合わせていたおばから、 祖母から続いた霊能を受け継いだことを告げられ、友ジは祖母から数えて三代目の霊能家となった。これを受けて新城は4日後の1936年2月8日、会社勤務を辞し、宗教活動に専念することになった。現在、新入園ではこの日をもって立教改装の日としている。この月2月26日、2.26事件が経った。 会元霊下の3月28日、明治憲法による民法に沿い、自宅を成田山新勝寺公獣とし、立証校を届けで立証格として合法活動を講じた。5月19日、新言州大後派損本山第五寺に上り、日本院道場にて、佐伯木恵元座スカイの元出家特土の儀に望み地を得た。初期の活動は、 新城の駅船と第五次で収める、新言密教による土教、滝行、家事木等によるものが主であった。その後、次第に、友寺を霊媒とした、霊位を受けての指導が取り入れられていった。1938年10月、第五派館長、東京府知事の認可を得て、後に、霞寺と呼ばれる道場が現在地に完成し、組織も、立正閣から、 新言衆第五二十川不動村教会へと改められた。1939年2月5日、新言衆総本山第五寺徳ハジャリ大同士の下、新城岩門僧城、裏野崩壊京頭による落景法要が営まれた。道場建設場所、現在地は、友寺による、礼により選定された。新城は、第五寺で、1939年10月、 三保院環状堂道場にて、入団、三保院門後、佐伯恵恵岩大僧正大義師の、元修験道登山派伝賞の恵院環状、五山に伝わる在家法流を、筆へ、さらに本州部へと条項を重ね、1943年3月に、天開大阿ジャリ第五次雑参法院門後、佐伯恵恵岩大僧正のも第五次三保院環状堂にて、三保院流検診法による、 伝望官定を、きつめ、あじゃりとなった。この間、1941年3月、新聞集大五派館長の命に、明治初年、新政府による、再生一致仁義館最高の布告、新仏分離令、1868年に続く、廃物希釈の激化、主言道廃止令、1875年以降、推備していた東京府北多摩郡村三村、 武蔵村山市の主原寺院、一十房詰高ラインの特命住職に任ぜられた。同年三月三十一日付、文部当局の意向に、仏教は十三宗五十六派から十三宗二十七派に、統合、新言宗各派も合同し、大新言宗となる。新条が主管する任も、合同新言宗、第十五教区、東京府下西三軍第二組に所属。 立川、村山を往復し寺門運営に当たった。1942年4月、戦時下、統制がより厳しくなった、宗教団体法による制に、宗教結社、常宝から会を結成届で、特進信徒に呼びかけ上の各地に支部を結成、常宝から院児として復興に努め、特命住職の攻めを果たした。村山号の古刹で、和道3年、710年、 行記回帰とされる、龍下山新福寺の第八世法藩が、第五未法院より、法流を相続、慶長十八年、ハットハップ布、六百十三年の後、東山派法流が村山に定着したのは、和年間とある。ここに、寛永年中、新福寺達中六火寺、上院冒険大相図法院春喜びが、萩の尾に引き出らし、一重坊と改正、以来、 代々東山派主元職として継承した、同説300年の法刀を廃絶することなく、誤示し得た。この、常田から会の同志的結集が、戦後の独立、新たな集団の形成に結んだ。総会も、立志から少数図へと、勝負した。1945年8月の終戦後、治安維持法廃止、新党指令に続く、宗教団体法の廃止による、 合同解体決議、各州各派は分派還元に向かう。12月28日、宗教法人礼交付に伴い、1946年2月、立川不動村教会、増見寺は、新言衆を離脱し、新たに集団を形成し、1948年には、名称も、誠教団へと改められた。九百五十年八月十一日、 マコト教団官庁であった新庄と対立し教団を去った元教務総長の地位にあった青年像が前年の夏修行を名目に暴行を受けたと新庄を訴えたことにより新庄が逮捕された新庄は以下4つの容疑で起訴された一一信者が教団金印を盗んだとして街道内で全治10日の打撲傷を負わせた二道書において そこを不良の信者を懲らしめる目的で、全治一週間の打撲を負わせた。三信条の長女と婚約中の信者が別の女性、A 子と恋仲になったと思い込み、残悔行と称して二週間の打撲症を負わせた。B 氏の姉が、長女の婚約者の中を取り持ったと思い込み、残悔行と称して婚約者、A 子姉妹の三人に暴行を加えることを企て、二人の信者が、 新庄の意を組み数名と共謀し、英子姉妹に1ヶ月の打撲傷を負わせた。1952年5月7日、一審、東京地方裁判所八王子支部では4件とも、有罪と認定し、伊藤誠則に障害罪、懲役1年の実刑判決を下した。1954年1月30日、東京高等裁判所の控訴審判決では、1、2は、 宗教上の行為として無罪。四については、後に、新宗自身は暴力に関わっていなかったことが明らかになったが、教団の監督者としての責任を問われ、新宗に障害罪、懲役8月、執行猶予3年の判決を下し、確定した。この事件は、誠教団事件と言われ、マスコミを賑わせた。この事件は、一般に新宗教を因子じゃ教師する。 社会風潮によるものとする見解が有力である。新入園が当時加盟していた新日本宗教団体連合会、新修連は当然無罪となるべき事件だったが、関係やジャーナリズムをはじめ、世間一般が新宗教といえば実態を見極めずに邪教し、弾圧しようとした、その頃の風潮を露骨に示す実例と総括した。新入園を批判的な観点から洞察した。 経済学者、三土周平も、また、新女園を研究している、宗教評論家たちは、誠教団事件に関して、概ね教主側に同情的であり、伊藤の有罪判決は、新宗教を十派人からげに、邪教因子扱いする戦前以来の日本関係の偏見の犠牲になったものだ、との見方が有力であるとしている。教団存続が危ぶまれる事態に、新庄の妻、友二が、 第3次、吉田内閣の被害先祖国務大臣の自宅を訪れ、被害は弁護士を紹介した。その後、被害が死去した後、毎月の正月命日には欠かさず墓参りに来たという。この事件による教団の打撃は大きく、教団は危機的状態になったが、立て直しを図り、1951年に、大発年反響を、ところ井の教典とし、 新女園と解消。1952年7月、文部省に宗教法人法に基づき書類を提出し、翌年5月に認証された。新城は館長を実施教主となり、友治が園桃に就任した。1957年3月、教主新城が新道場の本尊となる上六の大二半蔵を完成させ、翌年5月、新道場が落計した。 1966年3月、醍醐寺より教主新庄に大僧正くらい、遠主と文寺に県大僧正位が贈られた。7月、大国、パクナム寺院より、仏舎利が放帯された。11月、新御園一行が大国で開催された第8回世界仏教徒会議に日本代表として出席、その後はインドを巡り、仏跡を訪ねた。 1967年6月には、欧州宗教交流親善施設団として欧州7カ国とイスラエルを訪問、6月28日、バチカンにおいて、ローマ教皇パウロ6世と面会した。欧州帰国後の8月、演手友字が救世した。友字には、第五次より大僧上位が追贈された。1967年8月、演手、友字の没後、教主。 新庄の再婚話が持ち上がり、再婚に反対する、娘たちの間で対立が起こる。再婚に反対する次女、三女、四女は、教団から離脱した。1969年、長女の教団離脱と入れ替えに、次女、三女、四女は教団に復帰した。1977年、次女は教団を離脱した。このお家騒動は、強制が拡大し、 信者数200万人と発表した80年代後半に教団がメディアから注目され過去のお家騒動が蒸し返される形で週刊誌の話題となった。新入園は新城の死を機に信者数を実数に合わせ過方修正した。実数とかけ離れた信者数200万人という数字がメディアから注目され批判的に取り上げられることが多かったため 実数を発表するようになったという。1973年3月、新女園発の海外支部がハワイ、アメリカに落慶した。1976年5月、第五次近同にて、新庄を同志として、第五次改装1100年喜び三法要が執行された。1978年10月、新庄が大国を訪問、神座部仏教と交流を深めた。 1979年3月、立川総本部に11面関全恩菩薩を本尊と、する発祥第二祥者が落慶した。6月には、新城が、欧州5カ国を殉教。1980年5月には、ハワイ、アメリカ本土に殉教した。1983年10月、新女法統計省の儀により、三女、伊藤誠総、四女新霊が放流を創上した。 1984年4月、第五次近道にて、新城を同志として、工房大師御入城1150年御延期法要が、執行された。1989年7月、教主新城死去により、伊藤誠僧が、縁主、増ス寺主座を継承し、次主となった。1992年3月、第五次より、次主魔僧に大僧上位が贈られ、 1997年9月11日には、教主新城が起こした、密教法流、新女三馬屋流を検証する、新女三馬屋堂が第五次に建立された。2002年、東京都武蔵村山市、一部立川市の、旧日産自動車工場跡地106ヘクタールを取得した。2006年3月、東京都立川市泉町に総合道場となる、大原院が落計した。 2008年3月、海外流出が懸念されていた鎌倉時代の物資、運慶の策とみられる、第二次如来像2009年、重要文化財指定が、ニューヨークのクリスティーズで、オークションにかけられた。新如縁は三越に依頼し1437万7千ドル、約1 4億円、手数料込みで落札した。文化財としての調査と展示のため、 その後7年間東京国立博物館に帰宅された。また対外的には文化財の海外流出を防いだと広報している。2012年10月、東京都千代田区一番町にトモシーンウィルを落計。2015年、仙台市青葉区定前寺通りにあった三井アーバンホテルの跡地を寺院建設のために取得した。2018年4月、運計策と推定される。 大日如来座像、重要文化財などの仏教美術品を一般公開する文化施設、半蔵門ミュージアムを設立。新言密教の伝統や儀式を重んじつつ、社会生活の中で他者と協調し、融和の精神と利他行の実践に努めて心を磨くことを重視する。新如縁の教えは、伝統法脈、大発涅半行、新如霊能の三つの柱からなる。 伝統法脈は、教主新庄が第五次で修行し、第五次座すから受け継いだ新言をの流の法脈である。後に、それを基盤として、教主新庄は、1997年に、第五次より兼用された、新女三魔屋流と言われる流派、新言宗第五派、岡田優秀門跡が命名した、法流血脈、新女密を確立することとなる。大発値反行は、 新如縁のところへの経典であり、教えの根本とされる。大発音半行の用紙は、如来は不滅であり、永遠に存在するという、如来常就、生きとし生ける者はすべて仏になれる性質を持つという、一切主張質物仏仙台でも成仏できるという、一仙台成仏、さらに理想の境地とされる、上落画像の四つからなる。新如霊能は、教主信条が受け継いだ。 家電疫学による霊能と縁手と文字が祖母、おばを通じて継承した霊能が一体となり、湧き出したものであり、今日の接心修行、工事数の基盤であるとされ、また、この時この世と、あの世は一つにつながっているという、兼有一如という教えが示された。あの世の書霊は、その子孫や縁故者に対して影響を及ぼすことがあるとされる。あの世の書にをし、 この世に生きている者が修行して因縁を清めていけば、その結果として現世の者も幸福が得られるという。新入園では、六原蜜を集約したとする三つの歩みの実践が修行とされる。三つの歩みとは、歓気、布の思考、お助け、布教活動、ご奉仕、教団内外における奉仕活動を言う。その他、朝夕の度胸、法要三座、接心も、 主な修行とされている。BR 競技面では、密教の他に、諸宗教、スピリチュアリズム、駅などの影響が見られる。ごま法要をはじめとする儀式面は、新言衆大語派のそれにのっ,とったものとなっている。新入園では、接心と呼ばれる修行を行う。接心修行は、日常生活における自分の心のあり方や、自分の持つ傾向性を、 霊能者、ミーディアムとも呼ばれるを通して見つめ直すもので日常生活の中で覆われてしまった物証が開発されるという。接心には郵送接心、無双接心の2種類が存在する。郵送接心では霊能者と信者が滞在し、霊能者から信者に対して心を磨くために必要なアドバイスが霊言として伝えられる。霊言の内容は 1. 1教えの内容を再確認する者。2. 先祖や近親者に不幸がないか問う者。3. 健康状態を確かめる者。の3つに対別されるという。接心において、障害例が指摘されたときは、ゴマによるお清めが奨励される。霊能者から伝えられた霊言の内容を自己反省し、深め、日常生活の中で実践していくことを、無双接心呼ぶ。 BR 診療園では、大乗歓喜大歓喜霊能という四つの霊位が設定されている。霊位向上のための相乗絵座という修行に参加するには、各霊位によって、所定の活動実績、入信させた信者数、歓喜、ご奉仕の継続的な実践等を満たすことが条件である。相乗絵座において、祈りが深まり、ふさわしい境外に達していると判定されることで次の、 段階の礼儀を得られる。霊能者となることで、接心において霊言を受ける側から与える側となる。BR 心霊科学者の梅原慎太郎は、心入園の霊能者を用いる方法は、日本心霊科学協会やその前身に学んでいるとしている。心入園では、伊藤夫妻の溶接した二人の息子を、両道子と呼び、霊界の両道子が、 信者の苦しみを身代わりとなって引き受けてくれるとしている。これをバック大樹と呼んでいる。信条は長男が病死した際に、長男は皆の苦しみを代わりに引き受けるために死亡したと解釈した。死んだ子供には救済者としての役割が与えられ、教団の宗教活動の中で重要な役割を担うようになった。ただし、当時は身代わりなどと称し、 バック大樹の用語は使われていない。長男、次男の死後には、信者の病人が救われるなどの救いの力が示されたという。また、長男、次男の他界により、霊界との同行を開かれ、円滑な接心修行が可能となったとしている。1970年より、早朝の清掃活動が始まり、現在では、全国約5500カ所の駅や公園において、 清掃活動を行っている。1995年1月17日の阪神、淡路大震災において、震災当日に有志のボランティアが現地入りし、状況把握とともにボランティアメンバーを募集22日より救援物資の積み下ろし、仕分け、医療班の補助についた。信者の中には建物に埋まった人を助け出した人もいる。この経験を通して、 同年2月1日、新女園救援ボランティアである、セルブ、サーブが発足した。4月時点ボランティアの登録者は1万人を超え、自治体や被災者の要請に応え、現地に派遣された。その後、特に避難所となっている、小学校のグランドやトイレ清掃活動を中心に、約7ヶ月間にわたる、ランティア活動を行った。また、大阪市の東住吉区や西成区に住む、 看護師の信者も看護師仲間に呼びかけ、ボランティア活動を行った。阪神・淡路大震災では、1万1330人が、ボランティアとして活動した。2011年3月11日の東日本大震災においても、震災当日に、教団施設の一般開放、セルブは、ボランティアを被災地に派遣し、義援金を届けるとともに、支援物資の運び込み、 炊き出し等を行った。東日本大震災においては、8742人がボランティアとして活動した。セルブは、1995から2015年において、国内外の59災害にボランティアを派遣した。海外においては、世界文化遺産の暗号累積修復事業、現地技術者育成支援、小児病院支援、カンボジア留学生支援などを行う。 カンボジアプロジェクトを実施している。スリランカにおいては、1988年より、幼児教育施設、ランカスクールを設置し、2012年までに6000人の卒園生を輩出している。その他、日本赤十字社、国連児童基金、ユニセフ、世界食糧計画、国連難民高等弁務官事務所、世界保健機関、日本国際ボランティアセンター、国境なき医師団、 世界自然保護基金など多方面の国連諸機関や各種 NGO 等への支援を行っている。また、各種財団があり、財団を通じた社会活動も活発である。伊藤誠則は第五次で出家、特度した後、電法官長を放出した前景。このような経緯があり、第五次との関係が深い。新入園は第五次への寄進も行っており、 2008年8月、第五次条第五の純太古堂が火災で消失した際には、純太古堂再建、官房2億円、2009年10月、第五次の改祖、消防利源、第四千百年延期法用においては、1億円の延期肝心募金があったことが第五派定期集会で報告された。新入園に入信するには、精進願いに、所定の事項を記入して提出する。この 登録費と会費を納める必要がある。入信には、紹介者が必要であり、紹介者は導き親と呼ばれ、新たに入信した信者はその子信者となる。導き親とこの関係は以後継続し、導き親は、子信者の教家の手助けをする。大会の意思があれば、誰でも大会することができる。大会の際は、所定の用紙に必要事項を記入して、提出か、もしくは郵送する。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。